出身21歳ルリリンこと西澤ルリナです。よろしくお願いします。ルリナの卒業セレモニーを始めたいと思います。お願いします。お願いします。はい、そして今日はチーム N のメンバーもリモートで集まってくれています。中継で来い、おいでおいで。チーム N メンバーも含めて、はい、1人ずつ西澤ルリナさんの好きなところを3つ話していきたいと思います。ポジションとか間違ったところはしっかりと指摘してくださるところです。あらあら、もうすごくすごくたくさん違ってるところは優しく違うよって声をかけてくださるところがすごく助けられていました。あの必ず会ったら笑顔で挨拶を返してくださるところです。なんか私そのチーム L の初期の時は結構まあ後輩側で年下側だったので結構一人でいることが多かったんですけど、そういう時でも、あ、え、聞こえてますか？聞こえてるよ。すみません、こちらの反応がないばかりに。もう全部ひっくるめて、私はもうルリナの性格が大好き、もう全部ひっくるめて本当に大好きで、もう何回助けてもらったかなってすごい思うし、なんか誰も気づかない私の落ち込みを一番にいつも気づいてくれて、
こう寄ってきてくれて、うん、何も言わずこうハグしてくれたり、もうその包容力には本当に助けられたなってすっごい思う、うん、もう初代のチームNの時から本当にそうやし、それはもうめちゃくちゃ感じてるなって思うな。最後にうりぴょんから一言どうぞ。はい、やっぱ皆さんがね本当にいてくれてよかったです。半年以上待ったんですけど、待った甲斐がありました。本当に皆さんがこうして客席で見守ってくださって、私のことを見送っていただけて、来たいと思ってくれてる方は全員来れなかったかもしれないけど、私ができる限り望む形で卒業できるようにって協力してくださったスタッフさんにも本当に感謝しています。たくさんたくさんお世話になりました。これからはね、自分一人としてあの NMB からは少し離れて、活動することになるんですけども、メンバーはずっと応援してるし、私は YouTube を頑張ります。ぜひ見てください。はい、ということで、今まで NMB48 と西澤瑠璃奈を応援してくださった皆さん、ありがとうございました。お世話になりました。